クリッパン社は1879年にヤンペッテル・マグヌッソンが創業以来マグヌッソン家によって代々受け継がれている。本社をスウェーデン、工場をラトビアに構える。主製品としてはウール素材のブランケット、スロー。その他にコットンブランケットやファブリック製品も手掛けている。1879年ヤンペッテル・マグヌッソン社を創業。 1910年2代目社長にグスタフ・マグヌッソンが工場長に就任。クリッパン社は小さな宝石工場からスウェーデン最大のウール宝石企業となる。1970年代3代目社長にスベンが就任。クリッパンはスカンジナビアを代表する宝石企業に成長した。1982年に4代目社長にヨスタ・マグヌッソンが就任。 当時のスウェーデンではデンマークのダウンに押され、かつて暮らしに深く根付いていたウールブランケットは家庭から姿を消し始めていた。1991年、ヨスタはスウェーデンの伝統的なブランケット復活を目指し、モダンブランケットプロジェクトをニットデザイナービルギッタ・ベングトソン・ビョルクと共同。クリッパン社は防石業からテキスタイルカンパニーに転換した。 1992年2月ストックホルムファニチャーフェアに初めてブランケットを出品し、好評を得る。1992年9月にはラトビアのリガにある防食工場との取り組み開始。防石から最終製品まで一貫生産に着手、高品質なブランケット作りを実現した。1994年にはデザインユニットベングトロッタのベングトによる羊。 続いて、ムースのブランケットが誕生。北欧デザインのアイコンとして定着していく。1999年シュニールコットン糸を使った、シュニールコットンブランケットの生産、販売を開始。2003年4代目ヨスタの長男ペッテル、長女パニラがクリッパンに参画。2008年4代目ヨスタマグヌッソンが生産委託中の防食企業をラトビア政府から購入。 自社工場、クリッパンサウラが誕生した。2008年、ニュージーランドサンエコウールの生産、販売を開始。2013年、シュニールコットンブランケットを、オーガニックコットンに切り替え、生産、販売開始。2018年、クリッパンの製品用バッグを、サスティナブル素材に、全面切り替え。2018年11月ベルリンのスウェーデン、大使館にて、 クリッパン140周年展覧会を開催。スロー、ウールブランケット、コットンブランケット、ファブリック、フェルトアイテム。ストール、スツール、アイピローは日本のみ展開。1879年から一貫してナチュラル素材を使用。ウール、コットン、リネンを吟味し、素材を選んで製品化。製品はすべて、 国際規格 IS ISO9001ISO1401 を満たした自社工場で持続可能な生産を実施。生産の重要な工程、原毛の洗浄は環境に負荷を与える洗剤や漂白剤不使用。牧用農家までたどれるトレーサビリティで品質のみならず動物虐待がないことを保証。1992年初めてデザイナーとコラボレーション。 1879年創業以来、クリッパンは、原毛から毛糸を作る宝石工場だった。1991年初めて、テキスタイルデザイナー、ビルニッタ・ベングトソン・ビョルクとのブランケット作りに着手、1992年初めてのブランケット、リングスを発表。これをきっかけに、クリッパンは、スウェーデンの才能豊かなデザイナーたちとのコラボレーションに、 積極的に取り組んだ。ビルギッタとは1992年以来25年以上あまりコレボレーションが続いている。彼女は伝統的な檻をインスピレーションの源にしてコンテンポラリーな感覚のテキスタイルデザインを作り出している。二人目のデザイナーはベングとリンドベリ。1993年にベングとのデザイン COW がブランケットに登場。 続いて、シープ、ムースもブランケットにデビュー。今やベングとのシープ、ムースは北欧アイコンになっている。2018年には松屋銀座のクリスマスデコレーションに採用され、店内ディスプレイからショッピングバッグまでベングとムースがクリスマスを飾った。ベングとのパートナー、ロッタグラーベのデザイン、キャンディは2004年、ファブリックコレクションに登場。以来、 ベントロッタはクリッパンに欠かせないデザイナーユニットである。ホームカテゴリーでは、スウェーデンを代表するデザイナー、リサラーソン、オーレエクセル、キッズカテゴリーでは、世界的なキャラクターたち、ムーミン、スヌーピー、キティまで多様なデザイナーたちとの取り組みがクリッパンの世界を広げている。デザイナーとの取り組みの歴史に、初めて国外デザイナーが登場したのは2013年。 2013年秋冬コレクションに初めてスウェーデン人以外のデザイナー、皆川明とのコラボレーションが実現した。スウェーデンの原風景を描いたハウス・イン・ザ・フォレストは従来のリピートパターンによるブランケットという概念を超えて一枚の絵画のような世界を作り出し、全世界に輸出されている。ここ数年は若い才能にも注目し、スウェーデン国立芸術大学、 コンズトファク学生向けのデザインコンペ開催、ベックマンデザインスクール在学中のロンジャロイバー、アパレル、ハンドバッグ、傘などまで手掛けるチナバックマンとのコラボレーションも実施している。現在は17人のコレボレーションを行い、ブランケット、スロー、ファブリックのクリッパンワールドを広げている。ありがとうございます。